はい、こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか？じゃじゃーん、河野さんのグラブ最終段階、あとは磨くだけです。前回はリレース、この綺麗なサックスのレースを入れました。何を使おうか迷ったんですけど、ちょっとお話ししてからね本題に入ります。いつもの感じであれば、こちらローリングスさんのツヤ色1310円、ワセリンベースですね。あるいはシュアプレイさんのプレミアムグラブオイル、パラフィン主成分ですね、2200円です。もしくはウィルソンのキープコンディショニングオイル、こちらはスクワラン、それからパラフィン等が入ってございます、2200円。なんですが、今回のグラブについては年数が経ってちょっとカサカサしてた期間が長いので、もうちょっと栄養分も補給したいなという意味で、今回はこの2つで迷いました。660円、スターターオイル、こちらはミンクオイル、ステアリン酸、スクワランという感じなんですね。もう一つはグラブバター1540円、こちらはスクワラン、ミンクオイル、動物性油脂ということで栄養分が多く含まれています。で、いろいろ考えた結果、今回はこちらですね、グラブバターを使うことにしました。それではどうぞ。はい、じゃあやっていきます。最終仕上げ、グラブバター。新しいグラブに栄養を与えますみたいなことですけど、まあ、栄養分が多く含まれているということで、柔らかくする際にも使用できるということで、スクワラン、ミンクオイル、動物性油脂ということで、はい、こんな乳白色の固形でございます。これといつものスポンジですね、使ってしっかり拭き取って磨き上げまでやっていきたいと思います。じゃあスタートしますね。スポンジ新しいのを取って、はい、でこのグラブバターは固形でちょっと固めですね。今夏だから、夏じゃない、秋か、これぐらいまだ柔らかい方ですけど、冬になるとカチコチになりますけれども、これはよーく溶かして白いのがなくなるぐらいね、溶かして液状にして、それから塗っていきますね。はい、じゃあいきます。はい、シェルパームの方終了です。だいぶいい色になってきましたが、すいません、ガッツ落ちブラシも使いました。はい、スポンジとの併用ですね。じゃあこれまだ拭き取り後にして、シェルバッグ背面の方いきますね。同じ作業です。はい、背面も一通り終わりました。色もね、ちょっといい深みのある色に変わってきたと思うんですけど、ちょっと今日もねしばらく浸透するまで待ちたいと思います。はい、1時間ぐらい置いときましたね。じゃあ拭き取りの方に入りたいと思います。はい、磨きじゃないの、拭き取り完了です。じゃあ次は磨きに入りますね。まずは豚毛粗磨きからですね。はい、はい、じゃあ次はもうちょっと柔らかい馬毛です。
はい、馬毛完了です。じゃあ次は総仕上げですね。ワールドペガサス、ヤギブラシね。はい、OK です。できました。どうでしょうか。キラーン、キラーン、キラキラ。はい、どうでしたか、河野さん。これで一応ね、一通り。比較のメンテとグリス入れとリレースと終了でございます。かっこよくなったんじゃないですかと思います。硬いねこれね、やっぱり全部レース入れ替えたからね。はい、よろしくお願いいたします。それでは皆さん、さようなら。ということで、いろいろご迷惑をおかけしております。しばらくお休みさせていただきますので、またよろしくお願いいたします。ということで申し訳ございませんが、はい、じいさん、本当は心折れてカメラの前に立てる状況ではなかったんですが、今日は無理を言って出演いただきました。あと、まあ、日頃お世話になっている皆様にご挨拶しておかないと失礼だというところもございますので、そうですね、来週練習してしたらまた全然ね、違う表情で、はい、出ていただける、はい、来週全部勝ったら、はい、1位になれる？なれませんね。相手が、ダメ。相手次第に。相手が負ければいいのか。いや、なんで、はい。もう5ゲーム？そうです。残り18試合で、はい。はい。すいませんでした。はい。ということで、すいません、またよろしくお願いいたします。仕事の方はでも、なんとかこらえて頑張っております。はい、頑張ってください。はい、いえ、それです。はい、で、AT さん、この度、作らさせていただいた石原スポーツオリジナル、はい、T シャツでですね、はい、色替え自由ですので、はい、はい、ぜひそちらの方で皆さんご堪能いただければと思います。はい、暗いね。はい、よろしくお願いいたします。こっちも暗くなる。いえいえ、また新作はいろいろまた準備はしておりますけれども、また機会があれば紹介させていただきます。ありがとうございました。では皆さん、また会う日まで。尾崎清彦でした。失礼します。そこは決めるんだ、ちゃんと。いや、一応そのそこはちゃんと決めるんだ。いやいや、尾崎来たなぁ。いやいや、一応言っとかないといかんかなと思って、はい、でも多分分かる人でも歌ったら一曲。いやいや、でもまた会う暇でいて、やー、会える。わけのわからんところで止めて、あれ悲しい歌だね。はい、ドア閉めてるとこ、ね、そうです、うん、二人でって言ってましたもんね。かわいそうに。分かってくれましたかね、でも、うん、AT さんだとちょっと分かんないですかね。 AT さんでも、あ、そっか、はい、年代的にそうかな。ドースモールさんはアメリカ生活が長くて実は知らないとか、そんなことないですよね。30年前、30年より前は分かってるから。あ、じゃあ全然余裕ですね。全然清子とか大丈夫。ああ、じゃあ清彦も大丈夫ですね。大丈夫。あ、よかったです。最後は使ったで、松の木ばっかりが松じゃないっていうのが好きだから。ああ、そうですか。じゃあいいです、いいです。尾崎清彦をまた会う日までは分かってくれたんで、うん、もうそれで十分でございます。ありがとうございます。はい、一応最後一言言っとかないと、うん、視聴率どんどん下げないといけないんで、かましとかないと。はい、ありがとうございました。すいません。ありがとうございました。